はい、第1弾ね、第1弾がこちら。はい、ラプちゃんとのイーストーク、こちらがありましたね。そう、ペコーラが、ね、そう、でもね、そう、まあ、ライブでね、一緒になんかまあ歌ってもらうということで、ラプちゃんとは何のコラボがいいかなって思ったの。 FPS とかが上手ペコだから、でもペコーラ FPS が下手くそなのよ、めちゃめちゃ。え、でもFPS だとあんまり話せないプラス、そこまでラプちゃんとは、まあ、案件とかの配信で、あ、そういえばさ、ねえ、まあ、ラプちゃんとの案件で今パッと思い出したってことなんだけどさ、ラプちゃんとさ、ペコーラさ、バルコネの案件したじゃん。これ見てほしいペコなんだけどさ、はい、ペコーラのご褒美一つ来ました、こちらです。つるスクラッチ30万円分みんなありがとね、バルコネのインストールしてくれた人とかもありがとう。30万円のスクラッチ来ました、ありがとう。億万長者にこれでなります、サダペコーラ。いや、かんち、これ30万円分です。もうこれ束になって、この束1個が多分10万円かな。これ当たった分全部企画で使うわ、マジでマジで来ました。で、続々とね、あのラプちゃんだったりキアラちゃんだったりイナちゃんだったり、あとみんなからのやつはまだ来てないべこだけど、そうそう来たのでね、こちらいずれあの当たったら、あの企画に使うと思うので、よろぴょこでした。そして、まあ、ラプちゃんとのトークがありました。まあ、楽しかったね、ペコーラすごいさ、あやらったもん、なんかラプちゃんと仲良くなれた気がする。